その84人に俺もらったサインなんですよ。ねえ、うん、俺がインタビューをさせていただいた84年の時に聞いたので覚えてるのは、まあ、ショイさんラズベリーズ、バッドフィンガー、うんうん、ソンライトハウス、キングスぐらいのフェイバリットに聞いたんですよ。それで聞いてて、でやっぱり洋楽っていいなと思うんですが、曲から行くから、俺今でもそうなんだけども、あんまり意識してないのに、メロディーから言ってくるから、はい、それからラズベリーズのエリック・カルメンのさ、エリック・カルメンとフィーフィーが一緒に写真撮ってるのがあったのよ。ああ、あります、あります。あるやろ、あれを俺に見せたのよ。見せびらかすのよ。ああ、まあ、まあ、俺もいました、そこ、はい、こうやって見せるのよ、俺。どうなんでそんな撮って落とすか。